坂友次郎昭和11年2月23日は、日本海軍の軍人。最終階級は、海軍中将。米沢藩士、ち坂高甲賀の次男として生まれる。米沢中学校、攻撃者を経て、明治20年7月に、海軍兵学校を卒業し、同22年9月に、海軍将尉任官。練習官、立山分隊長などを経て、日清戦争では、 不総分隊長として出征した。練習官、万寿公会長、高尾公会長、須磨公会長、皇族付部官、松島公会長、役も開校委員、同公会長、夕霧官長などを歴任。日露戦争には、初瀬公会長として出征したが、明治37年5月に上官が職来により、 沈没した。その後、佐世保鎮樹府参謀出雲副長、岩木艦長、山和艦長などを務めた。明治40年12月、東宮武官となり、津軽艦長、伊駒艦長、八雲艦長、舞鶴鎮樹府参謀長を経て、大正2年12月、海軍少将に進級。佐世保水雷戦隊司令官、佐世保鎮樹府参謀長。 練習艦隊司令官、教育本部第一部長、第二戦隊司令官などを歴任し、大正6年12月に海軍中将となった。さらに、マコウ洋行部司令官、第二県外艦隊司令官、鎮海洋行部司令官、海兵校長、将官会議議員を経て、大正12年7月、予備役に編入された。米沢海軍部艦会会員。 ありがとうございます。